緑に囲まれた癒しの新名所、長崎市の三原庭園。去年8月にオープンして初めての冬が過ぎようとしています。三原庭園は今も毎日新しい街づくりが進んでいます。人が集まる場所を目指して成長する三原庭園の活動にテレビが密着。三原 TV。 三原庭園といえば、長崎市三原出身の庭園デザイナー石原和幸さんがプロデュースする日本庭園やカフェを備えた新しい癒しを提案する観光名所。育てられている盆栽は200鉢、すでに全国に販売されています。カフェからの見晴らしは抜群。そんな三原庭園で去年年末から始まったのが農園の造成です。実家が農家の甲田聖奈ちゃんも基礎工事のお手伝いをしました。それから1ヶ月、久しぶりに三原庭園を訪れましたよ。あ、すごい、全然雰囲気が違います。荒れ地だった斜面地におよそ80平方メートルの農園の下地ができていました。三原ファームです。すでにオレンジやリンゴの木などが植えられていました。三原ファームはイングリッシュガーデンとレンタル農園をミックスした緑の生産ゾーンです。竹花さん、お久しぶりです。こんにちは。今日はよろしくお願いします。お願いします。こんな近いんですか。庭園専属の庭師竹花さん、とても人の良い何は生まれの庭師なんです。いい丘です。丘町です。食べ物、魚は美味しい。魚最高ですね。ちょっと粉もんが少ないんですけどね。大阪人としては粉もん、ソース系がちょっと取れてないので。竹花さんの畑作りのお手伝いです。まずは栄養のある畑にするために堆肥をまきます。はい、お願いします。重たい。ついていきます。重たい。なんかね、土って火のくず入ってますね。結構力入りますね。堆肥は水の保水性や浸透性を高め、通気を良くしてくれます。根が育ちやすくなるんですね。ここに植えるのはハーブの一種、ローズマリーです。これで傾いたりしたら、ここに砂少し入れたら水平取れたりするから、はい、それでこうするじゃないですか。カフェで使うんでね、気持ちを込めて、はい、美味しくなり、ね、いい香りしろって思う。農園のレンタルの受付も始まっているそうですよ。畑の一角はすでに野菜が育っていました。で、また知らない野菜もいくつかあるんですけど、アクートパープル、あ、でもほんのり紫の葉が見えますね。キャベツかな、何でしょう。アーサイ、アーサイも聞いたことないですね。雲仙こぶたかなは私分かりますよ。小さい時に雲仙こぶたかな饅頭よく食べてました。そうそう、懐かしい。いろんな野菜があるから、どんな食感なのかとっても気になります。ということで、カフェスタッフのタオさんにお願いして野菜の収穫をすることに。好きな笑い芸人、そうですね、末広がりずが最近好きです。そんなお茶目なタオさんと野菜を摘んでいきます。どれも食べ頃の色とツヤ。朝方に来ると朝露とかも見えるので。あー、綺麗。もともとお野菜とか好きだったんですか？全然、私はカフェで働くまではそんなに植物とかも詳しくなくて、でそこでやっぱその野菜のことも調べて、あ、こういう野菜があるんだみたいなっていう感じで結構勉強になってますね。こういうこの看板書いたりとかする中で、あ、この看板も書かれたんだ。あ、そうです。ここ来た瞬間にめちゃくちゃ可愛いなと思って。ありがとうございます。
冬の間でもこんなに育った野菜が取れましたよ。三原庭園のカフェジベルニーをお借りしました。サラダを作るぞ。お願いします。お願いします。まずは何からして。そうですね、野菜を洗っていきましょう。シャワー出して。これを本当にさっき取ってきたばっかりの生き生きの野菜たちです。こんな感じで。これは、ロメインレタス。ロメインレタ ロメインレタスなんかしっかりしてますよね。そう、なんか普通のレタスよりもお肉巻いて食べたくないですか。あー、わかる。サムギョプサル的なっぽいなと思って。違うけど。いやでもありますよ、ね、女子トークをしながら積み立ての野菜をちぎって盛り付けていきます。金柑も、あー、大事。そう、味付けは最小限、オリーブオイルと岩塩です。できました。三原庭園の採れたて野菜のサラダです。うーん、彩りも鮮やかですね。野菜が輝いています。見晴らしの良いオープンデッキで雰囲気も最高です。さて、歯ごたえはどうかな。いただきます。うん、シャッキシャキです。とってもみずみずしくて、うん、ちょっと苦味もあるんですけど、その中にしっかり甘さもあってとても美味しいです。そしてこれは今話題の食べられるお花、うん、美味しい。とっても美容にもいいそうなので、本当に健康的でとっても美味しいです。新鮮なものを環境の良いところでゆっくり楽しめ、シンプルだけど贅沢な時間です。三原の住宅地で進む畑やガーデン作り、そこには庭園デザイナー石原さんの地元への愛がありました。そうですね、結構使われてない畑がいっぱいあります。そういったものもですね、お借りしてですね、それを、まあ、いろんなものを昔ここら辺で生活で作ってた野菜果物を本当にたくさん植えて、で近所の方々もですね、雇用してですね、手入れをしていただきながら、みんなが笑顔になれるように、なんか仕事としても少しずつ増えるように、そういうことをできたらいいなと思ってます。三原庭園ニュース。拡張が続いている三原庭園にモデルハウスが建つことが判明しました。住居とアグリ、花が共存するスタイルを提案するということです。ミニクーパーファンにはたまらない情報です。年代物のクーパーが三原庭園に登場することになりました。車庫は石原さんがイギリスのフラワーショーで世界一を取ったガーデニングをモチーフに作る方針だとしています。三原庭園はネット上にバーチャル国ロイヤルミハランドを設立しました。国民になって税を納めれば全国どこでも花や野菜が送られてくるという福利厚生を謳っています。ピンクを真ん中に持ってきた方が可愛いと思う。さて、せいなちゃんは寄せ植えのお手伝い。難しいな。これは美的感覚が問われますが、なかなか上出来のようです。もう少し斜めに、あ、そっちの方が立体感がこうでできますね。そう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 、そうなんですよ。あ、変わりました。少しだけで、お客さんに見えてる方がお花も喜ぶし、お花も元気に育っていくし、うん、人からのね、綺麗っていう言葉でお花も綺麗に育っていくので、うん、一緒ですよね。一緒ですよね。綺麗って言われた方がね、言われた方がいいですよね、女性はね。朗らかな笑顔が絶えない三原庭園の現場。楽しくて仕方がないです。お客さんがいろんな方が来られて、それでもうわ、綺麗綺麗すごかーっていう声が直で聞けるので、もうやりがいがものすごいありますね。でまた自分関西なんで、変な長崎弁で頑張って喋るんですけど、
それがまたみんな笑って仲良くなったりね。花も木もスタッフも訪れる人を温かく迎えてくれます。三原 TV、 朝敷 Z と NIB 公式 YouTube チャンネルで配信しています。三原庭園の映像日記、ぜひご覧くださいね。